ごきげんよう。ランガールズランの厚木ななみです。本日はなんともうね、今世界中の子を探しても全然手に入らないと噂のこちら EV ヒーローズのワンボックス開封していきたいと思います。やったー。で、ちょっとねここにいらっしゃるんですけれども、実は定期便で私は今回購入したので、割と比較的心穏やかにこの EV ヒーローズを入手することができました。なのでパック開封もね、心穏やかに開けていけたらいいなと願いを込めて開封していきたいと思います。今日はね、本当に本当にこのパックが楽しみすぎて、ちょっとね髪の毛をニーピアちゃんみたいにしてみました。バイバイ。どうですかねちょっと可愛いと思っていただけたら、ぜひ高評価の方よろしくお願いします。では早速開封用意ドン。はい、ということで、このワンボックスの頭をね全て取ってきました。では早速1パック目から行きたいと思います。10パック目、お、またまたシシビール、マリーラリ、かわいい
フラベで。マリルが出たよ。かわいいね。かわいいですね、マリルね。ポカポカして楽しいね。かわいい。幸せ。あ、グングシェイク。そして、ガルーラ。いいね、いいね。続いて、14パック目。14パック目。13パック目。長くなってきちゃった。次のパック開けます。あー、かわいいね、水ゴロ。え、かっこよ。ゴロンダ、ドーブル、エレメンタルバッジ、ミロカロス。え、なんかこういう頭のキャラクターユニバにいなかったっけ。ちょっと私はあんまりね、西に詳しくないけど、なんかこういう頭のキャラクター見たことある。気のせいかな。よし、じゃあ続いて14が15パック目開けます。お、かわいい。ゾロはニャース。光っているかもしれない。光ってる、光ってるよ、光ってる。イエスさん、グレイシア V。 お、グレイシア V。 あー、素敵、リリシー。このちょっとさ、前髪みたいな髪型がかわいいですよね、グレイシア。今度はお目々がね、光るようになってるので、めっちゃかわいい。かわいい。そして、え、ちょっとラストの1枚もかわいかったんで見てください。沼黒。沼黒は感情がね、なくなってる時がたまにあるんですけど、この沼黒はもう大変に嬉しそうで、私も嬉しい。沼黒も嬉しい、私も嬉しい。ということで、グレイシア V 出ました。やったー。では、行きましょう、次のパック。オープン。あ、私の今回推してるカード、マリルリ、鬼しずくも、ガキュー、マクワさん、ヘルシアン。サポーターあんまり出てないですね、今んとこ。アロマのお姉さんとマクワさんだけだ。続きまして、いきます。光ってるのが見えちゃった。楽しみ、誰が来てくれるんだろう。ちょっと私、ブースターも結構好きなので、ブースターちゃん出てくれないかな。はい、シビシラス、ヒンバ、お魚キルド、ヒメッタちゃん。ちょっと後ろから行きます。トレジャーエネルギー。そしてラスト、ねえ、押し引き、押し引きしたブースターの V です。キャー、火吹いてくれてるんだね。燃える息吹。かわいい。もうここがたまらない。ここにこうしたい。本当に素敵。もうもふもふ大好きですね、本当。え、なんでいないんだろう、この世に。とてもマグマック色ですが、アロマのお姉さん、こっちのお姉さんの方がちょっといい匂いするかもしれない。ああ、ちょっとだけいい匂いした。2人目のアロマのお姉さんの方が。続いて、ああ、そろ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 何かね、もう一発何か来てほしいな。シビビール、ニャース。自分の山札から草エネルギーを1枚選び、自分のポケモンにつける。そして山札を切る。へえ。で、一番最後に使って特性をね、つけてあげればいいのかな。あー、出ましたね。着々とフェーズが揃っていくのが嬉しい。では続いていきましょう。おー、ゴロンダ、クルミル。やばい、
じゃあラスト3パック、あ、4パックになりました。まあ穏やかと言いつつもちょっと欲張っていきたい、欲張りすになりたい。ピカチュウ、ファンタイン、イエスタン、シビルドン、ドリームボール。いやー、穏やかとか言っちゃったから、もしかしてもう出ない感じかな、どうしよう。いや、私は欲張りす、私は欲張りすになりました。ではラスト3パック、マンタイン、ゴロンダ、しずくも。ツイッターを始めまして、ランダルズの公式ツイッター、そして私の個人ツイッター